はい、どうもこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室代表講師の平田直之です。本日は超音13本目となります。今回もおにぎり出てきます。ちょっと難易度は高めになっていますが、一緒に挑戦していきましょう。では今回の問題はこちらです。はい、こちらですね。はい、いかがでしょうか。まだできてない方はぜひ動画を止めてみたり、巻き戻して再生してみてください。では、答え合わせに入ります。今回私が叩いたのは初めからおにぎりです。おにぎり、おにぎり、たたたた、おにぎり、おにぎり、たたたた。今回はこちらです。おにぎりは16ボンプですね。で、たは、こちら8ボンプになります。おにぎり、おにぎり、たたたた、合ってたでしょうか。次回14問目もまたおにぎりを使ったフレーズになります。ぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございます。